おはようございます。ジャクソンフィールドスタッフの佐藤大輔と申します。今日はですね、日本海の方に、鮭を狙いに来ました。ジャクソンからね、発売されました鮭男爵のニューカラーですね。その3種類出た、発売されたんですけど、それを使ってですね、実況の撮影に来てます。まあ今朝チャンスタイムが終わって、魚もね、ちょっとだいぶ時期が経って古い群れなので、ましてこのナギなのでね、なかなか波がないので、いい時間は過ぎたかもしれませんけど、朝のね、チャンスタイムに捉えることができたので、良かったかなと思います。新しい鮭男爵なんですけど、釣れる、私がカラーをですね、プロデュースさせていただきまして、自分の欲しいカラーをジャクソンに作っていただきました。実績はね、どれも釣れるカラーしか出してませんので、その状況別で使い分けていただければ間違いない釣果が出るのかなと思います。はい、来ました。食いましたね。もう色いいっすわ。まだ色がいい方です。顔を立てたらバレるので。熱ですね。よし。はい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 、はい。おお、抜けた。よし。リリースします、そのまま。はい、バイバイ。ありがとう。今、沖にもいるんですけど、沖も手前もやっぱり古い魚ですね。ですぐ外れるので、食いは浅いような浅い状態ですね。鮭は本当すごい数います。もう河口からこっちまでびっちりですね。今河口から30メーターほど離れた位置で、なるべくね、綺麗な魚、河口域の魚じゃない魚を釣ろうと思ってるんですけど、同じような魚かもしれないですね。レッドグローブローラインなんですが、まあね、朝一の活性高い時に使うように作ったんですけど、ちょっと実績を見てみると、これブラックグロー同様古い魚にも効くんですよね。ダブルグローピンクラインの方は、やっぱりフレッシュな群れに対して非常に有効ですね。これこのレッドグローブルーラインは、新しい群れにももちろん効く、炭塩の時ね、効くんですけど、こういったしぶり出した魚にも効果的だと思います。今これから、発生ね、もう、朝1、朝2が終わりになれば、もうそれこそ、ブラックグロー一択になると思うんですけど、でも今日は跳ねましたね。跳ねてるのも全部色ついてますね、やっぱりね。群れに入りました。ボディあたりが続いてます。これで合わせちゃうとね、擦れちゃうので絶対に合わせない。じーっと聞いて我慢する。いい当たりに合わせる。今入りましたね。完全にティップが入りました。うどい、まだ少し綺麗な方ですね。血が柔らかいと思います。綺麗綺麗。毎日際でね、バレることが多いので、一気に、メス群れですね、やっぱね。はい、おー、いい魚です。よし。いや、どうせリリースするんでいいんですけど。よし、ちょっと見せて。はい、やっぱね、古い群れに、食いしぶった群れに効きますね。これは色いいですけど、
ちょっとね、ゴロタなんで、ルアーがバンバンぶちつけられてるんですからね。はい、はい。バッチリいいとこか。いいやつですね。いけるかな。ちょっとライブ撮影が長かったので大丈夫か。ありがとう。ボディあたりがあるので餌はまとめて、針ね、ダブルダブル使ってるのフィッシュウィンドウ、だけど針はまとめて餌にさせてます。切らすとちょっと擦れそうな感じするので、まあラインなんですけど、まあ、僕は P1.5 と、一番まあ、竹筋の中で、すごい、細いですね。ラインを使ってます。ああ、今また濡れの中入ってます。右に、右中間に、密度の濃い群れがいますね。もうサービスタイムは終わりかもしれないですね。入ります。入りました。そうですね。シングルで完成してるんで、これはバッチリかかってます。いいですか。うわー、またやべえ。あ、食った食った。リアクションじゃねえ。食ってんだよこれ。すればと思ったら食いましたね。マジです。着水で食いました。リアクションしました。いっぱいね。ちょっと抜きますよ。走られた。ちょっと傷のある魚ですけど。
のが今の撮影対してるけど、それがね一番食わせやすいんですよね。鮭の頭、腹っつらにルアーを持ってけるんで、鮭はもちろんね、流れの頭に流れの上流側にもちろんあの頭を向けてるので、そこを停滞してルアーを引けると、まあ、まして引き波でルアーがね最高の動きをする状態で鼻先に見せれるっていうのが一番食わせれる条件。こういう、ありましたね。こういう状態。今はルアーが停滞して、流れ的にね、停滞して食わせた状態。流れが。頭の向きだけ。ラッキーローです。はい、ラッキーローや。いいな、やっぱ船が反応するわ。よいしょ。はいはい、はい、水してあげるから待って。よいしょ。いい魚だね。うん、うん、残りです。